宮田和也さんお疲れ様でした皆さんこんばんは月に一度ラジオ好きが集まる秘密基地ラジウラベアここからの時間はアカペラボーカルグループクリアランスのリーダーでボーカル国城悟とボーカルの三浦理恵でお送りしますこのコーナーはラジオをはじめ様々な業界の裏側が気になる人たちが秘密基地ラジウラベアに集まって気になることを語り尽くそうというコーナーですあなたも放送を聞きながらツイッターで ハッシュタグカタカナでララ、ね「ラジウラ、ね」をつけていいてくださ前回のねラジオディレクターの岩見さんにお越しいただきまして、はい、岩見さんの会もねなかなか盛り上がって興味深かったね1回には収まらず、うん 2>, はい、2回連続ということでお届けしたんですけど <laughs>、はい、そうあの気になったところで言うと、うん、まあちょっと振り返るとラジオの番組でね 皆さんから募集するメッセージテーマ。うんうん、まあ、あれ、あの、僕たちも、もう毎回ん。そうそう、悩んでると。で、それを、あの、岩見さんに聞いてみたら。はいえー、もう、あの。あれですね。思ってたより。もう、一周、二周回ってもうて、うん、もう、最終的には。最近の近況をギャル語で送ってと。<laughs> あの、近況をヤンキー語で送ってとか。 この発想ないですよね。なかなか本で、あのちゃんとあの R.S.K. のリスナーの皆さん、あのノリノリでギャル語で送ってきたって言うんだから、すごいよね。これね、あのメッセージもいただいてまして、泉さんからですね。えっと確かにテーマがあるとネタ考えやすいよね。ギャル語やっちゃうって結構ノリノリやった。ノリノリ。じゃあそれ嬉しい嬉しいですけどね。こちらモコパパさんはですね、ギャル語でメッセージは送りたくねえわ。あ逆に。 これ難しいです今もう、の半々に分かれてしまった。難しいと思うねんけどな、ギャル語ね、今でもちょっと、あるよね、昔の、そこそあれ見たマクドナルドの新しい CM、はい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 、なんか今、平成をね、懐かしむような、あるじゃないですか、だからギャル語とかギャル文化っていうのも、今、あれよね、お母さんの世代が、昔のギャルの方がお母さんになってるから、 そ,っかそうなんですよだからギャル語も意外と今まだ盛り上がっててほうほうほう、うん、これいけんじゃねえかなどうかな2 3? 2 20年前ぐらい20年前ぐらいですね、まあ、それは安室ちゃん全盛期ですからやってみようかいやうん <laughs> みんなついてみようかなうみんなで爆死するいけるかな,<笑><笑>るかな <laughs> ねまあまあまあちょ,ち,ょっとちょっともんでみようもんでみようちょ徐々に徐々にね、ええ あ他にもね、公にできない8割のラジオ、その話もオフレコ聞いてみたいですっていうので、こういうね、実際、あってですね、イベントとして、そういうラジオの裏側、聞けないかなっていう話をしてましたけど、そうですね、電波に乗ってないからね、結構、裏側、言えるんじゃないっていう話で、そうそう、結構喋ってくれたけど、でも、いや、これはやっぱ言えねえなみたいなやつあったんで、ありましたよね。 じゃあ表っておいやいや裏の裏,の裏そうね <laughs> 表。 いつかイベントをやろうということですね。え他にもですね、えラジオディレクターのお話初めて聞くことが多くて面白いね。ええ、今度はチャーリーさんを交えた四人トーク聞きたいな。ってなるほどね。四人ってことは、その、なんていうんですか、ラジオ局。局を超えた。それは面白い。お話っていうことになりますから。それね、あの、チャーリーさんもね、言うてはったんですけど。だから、あの、最初はね、一緒にやろうかっていう話も。ね、提案の中で、僕、僕は。 それ混ぜ,こぜにしたたら面白いいんんじゃないかなかと思ってたんですでもチャーリーさんはなんかあの逆にこうい,いると、うん、僕がいると話しにくいんじゃないみたいなこともおっしゃってたん<ー>ですよねああでも僕はその化学反応は見たいですなるほどねああ。やっぱの曲,同士曲を超えて違った文化とかありそうだからなんかね、うん、飲みの席とかやったらいいと思うんですけど<ー> <laughs> やっぱ電波乗っちゃうとっていうところがあるかもしれないです、ね。あージ やら、ね、なかったですね、やっぱね。うんねここにもちょっと、はい、考えてみたいなと思います。<laughs> 知らんけど、そんなところでしたかということで、とすえー、ぜひです、ね、今日も、ね、皆さんラジウラ部屋で「ハッシュタグラジウラベアでつぶやきながらお楽しみいただけたらと思います。さあ、えー、本日も ゲストが来ててくださっています、はい、もうクリアランスとは実は長いお付き合いの今回も長いお付き合いのディレクターさんが来てくださいますのでこの後もお楽しみにさあそれではここでまず1曲お聴きいただこうと思いますクリアランスの新曲ですね、えー、4月にリリースした新曲をおきくださいクリアランスで Bday あんなに泣いては悩んでつまじいていた昨日がかけ Like, yeah. のゲストは、ラジオ大阪ディレクターの坂田雄介さんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。坂田雄介さん。僕たちはもう。エスタで。はい。そうですね。呼んでない。そうですね。実の方がしっくりくる感じが。僕だから、今日はエスタでいきたいなと思うんですが。まあ、ね、プロフィールをご紹介しますと、まあ、ラジオ大阪で。 え番組制作を担当しておられましてですね、あのー、クリアランスがね、はい、ずっとやらせていただきましたクリアランスのクリキャントークのディレクターもやってくださっておりまして、はい、7年間お世話になりましてねいやもうだからあの番組立ち上げからもう僕らエスタでとしかやったことがなくてそうですねしかもだからこう、まあ、今ねクリアランスもうクリアランスといえばラジオ。 っていうのでやらせてもうてるんですけど <laughs> ずっとラジオでやらせてもうてるんですけどスタートも,っていうのも基本的には大きなフォーマット、まあね、ネット番組とかやってましたけど、うん、ちゃんとした曲でやらせていただいたのは、うん、大型のレギュラーやらせてもらってたのは、うん、ラジオ坂さんが初めてだったのでもうだからあのラジオというものを教えていただいたのはもうエスタで。いいいやいやそんなのはい かなとはあ名前だって,って一緒にこう歩んできたというかそうですよねやらせてもらえたというかいや僕たちほんとありがたかったのは、うん、世代もエスターでと近いですよねあれでしたっけ三浦さん学年的には三浦さんの下ですね二つ下になるんですっけそんな感じでしたえ あの、鶴くん鶴さんの一個下。一個下でしょう。そうそう。そうなんですよね。前のメンバーの。前の。そうなんですよ。だから、あの、本当に、あの、もうこれが大御所ディレクターがついてくださったら。僕らビビって、多分何もできなかったと思うんですけど。はい、前回の岩見さんとかじゃ。ん岩見さんは、もう、ほんま、はい、あの、最初から、あの、大学の、あ、大学じゃ、高校の。 先輩後輩後ででで行で行けけたたんんって地元の <laughs> だからそういう面でいうとクリアンスで恵まれてますよねなんかね,ねいろんなところね、はいまあ、今日はですねそんなもうクリアンスとも長年のお付き合いのエスタデーをお迎えしてお届けしたいなと思うんですけど、はい、もうほんまあのー、僕らもね毎回の収録、ね、あの15分番組をやらし毎週やらせてもらってたんですけどで2本撮ってたんですね そうですね15分の番組を日本各州で録音してて録音しでも今話として申し訳ないんですけどえらいもんで2人が喋ってると止まっちゃうんですよねあそうかその癖でそうかそうか入ったらあかんとかサブにいる感覚というかそれを今ずっと聞いててそそううかか今これあかんなこれ。 演者側で出ることってあるんですか。そう、そほぼゼロですね。こんだけまあ長時間喋る、喋るというか喋らせていただける時間というかはないので。そうなんです。だ今ものすごい進行してたリーダーを止めてしまったのはそういうことだったんです。そうかそうか。いや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 。確かにそうですよね。あの普段はこうガラス一枚平らでて私がいってでメンバーがいってそう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 喋ってるのを。 私が聞いてるって感じずっとこうういてくれたりとか今もそれをしてたんです。それをしてしまってたという。そうですね。いやもう今日も大いに喋っていただいての会なので。そうですね。そうなんですよ。はい。なんかねディレクターにもなんか二種類喋るディレクターと喋らないディレクターっていあるって。そうですね。こうあつこうはいね喋れるディレクターの方と割とこう寡黙なはいはいディレクターさんと言いますか。はいはいはい。レスタでは もう全然出ない方、出ない方ですね。あまりまあね苦手っていうか得意ではないというか、まあ苦手なのもあるんですけど。そうですか。もうまあそれこそまあリスナーずっとリスナーでしたから、その中学校の時にまあラジオと出会ってでまあ深夜放送とかああまあエまあエー Ｍ を主に聞いてたんですけど。 そうね、だから、もう聞く専門あそうですねリスナーから入ってますもんね。そうなんですよだから、あのさっきね、あのー、その15分番組をね、うん、僕らまあ2本と,とりあえず30分番組を取ると言うんですけど、まあ、クリアランス、あれですか、自分で言うのもなんですけど、まあ、打ち合わせ含め、まあ、たっぷり2時間ぐらいかけてやってました、ね、そうですい、ね。はあ、これってどうなんですか、うんすかね、他から見たら。はあ、長い方かもしれない。<laughs> それもやっぱりね出演者さんというか番組ではさまざまやり方はあるんですけどパッて来てパッと取ってパッと帰る人多分私のイメージでは結構それがもう普通かなと思ったので打ち合わせパッとしてパッと取って「お願いします」っていう感じで。 いやいやもう僕なんてめっちゃ長ないっすかいやいやいややっぱりあれじゃないですか伊集院さんの話とかも聞くじゃないですかもうなんねもう十分入ってねもう数時間前に入ってねないないの岡村さんも入って全部ネタはがき見てつってあーそういう前の時間があるわけですねそういうコーナーないじゃないですか 共通の趣味がめっちゃ多いからのその話とか、はい、森脇さんとかもね共通の趣味がいろいろあって。 やっぱエスタで含め1時間ぐらい長いと思うけどなアイドリングがもうほぼメイン本編ぐらいの勢いもありますしでもあれがないとちょっとね成立してなかったんじゃないかなとは思うですねそれもあ僕とねリーダーとずっと話してる中でも三浦さんはずっと準備してずっとコツコツ準備して何を喋ろうかっていうのを台本にばーって書いてって。 買いとかないと、とにかく <laughs>。そうですよね。っていう感じだったんですけど。うもう会話が盛り上がって、盛り上がって、そちらの方では。はあ、でもなんか、そういったエスターでも含め、ディレクター陣との。あの雰囲気も。オンエア。ね、届けれたらなと思って、やらしてもうてたんですけど。はい、だから、それがね。届いてたら、良かったかなと思ってやってたんですよ。まあ確かに。はい、あ。終わってみればよかった。終わってみればよかったかなとは。<laughs> <laughs> 終わってから、気づくまで。すね, <laughs> ねそうですね。<laughs> うん、ですけど、そう。 そうね。で、あれですよね。だから、あの共通の話題も本当にね。さっきもうまあ、エスタでも、あのリスナーラジオのね。リスナーから入られたとね。うん、おっしゃってましたけど、元、うん、僕たちね。はい、僕もですし、僕は僕は am 派で、はい、三浦さんが結構 fm に聞いてました、はい、ね。でも、もう本当みんなラジオが好きでっていう共通項がありながらずっとやらしてもらえてうん、うん、はあ、あのー、本当振り返れば7年間もやらせていただけたのは本当もう。 長寿番組というか7年間プルでしたからぴったし満7年,年,年間やらせてもらったんで,、はい、であっといは、ねはい、でしたねかなとは思うんですけどリスナーから実際に今もお仕事としてディレクターになられているじゃないですか、うん、それはどういう経緯ってされたんですか えっと、まあ、自分の場合は、うんえー、まあ、専門学校という道を選んで、ええ、そこに、こう、えー。専門的にラジオ化ができるっていうのを。ラジオ化。てラジオ化。で、じゃ、そこに行ってみようと。はい<ー>。<で>ラジオ化っていうのは珍しくないですか。うん、えー、かもしれないですね。うん、今やったら、まあ、まあ、普通に、どこの。 専門学校の人も、まあ、あるところはあるかもしれないんですけどす、ねうん、当時私たちの時がまあちょうど創設された初めの年やってそこでいろいろラジオのことを学んで<ー>、えーまあ、実際、まあ、ディレクターのーー、えー、なり方というか球の出し方といいますか<ー>ディレクターとはこんな役職というか役目がありますよとか。 でラジオを作るには、えー、しゃべり手さんがいます、うん、ディレクターさんがいますで技術のミキサーさんもいます3人いれば、まあ、ラジオできるよっていうのとかいろいろ学んで編集の<あ>お<ー>授業とか実際現役のディレクターさんが先生として来られて、うんえー、いろいろ教えてくれたりとかそういうのがあるんですね。うんうん、えそこからでも トレートにラジオですすかそうですねで初めは、まあうん、えまあアルバイトというか番組の AD アルバイトで入って、はいえー、そこでこういろいろ勉強してへ<ー>、うん、いろんな人たちと出会って、はい、ああそうなんですね、うん、昔からの,その夢が叶ったっていうことですよねそうですねある意味ラジオに関わってというところで うん、本当に好きなことを,、うんをまあ、仕事にできているというか、うん、いやなかなかそのラジオは好きで、ねあのまあ、あの僕もですねラジオ好きで高校生の頃、うん、MD というものが誕生してですね、うん、あのみんなでラジオ番組みたいなの撮ったりとかしていましたけど。 カやってましたよやってましたけどそこからね本業までいくっていうのはねどうやってそこに行けばいいかっていうのもなかなか分かんないからそうですねまあ自分のまあんていうかな性格というかあゃる方ではないと出る方ではないでどんな人が作ってんねやろうと。 はいえまあ、番組聞いてたらこういろんなスタッフの方の名前とかあ例えば、えー、放送作家さんの笑い声とか気に,、ね、気になるわけでじゃあこんなにこう聞いてて楽しいのであれば作ったらもっと楽しいんじゃないかという,うん、うん、確かにえちなみになんですけど、うん、そういうラジオをいててそのはがきとか出したことあります、うんうん、私の場合はないんですよ。 出さないのパターンーこんなに熱いのに <laughs> めっちゃ意外じゃないですかいやそうっすね<う>いやただ、はい、ちょっと分かるのは、はい、あの僕もこんだけ言うてますけど、えー、もうメッセージ直接送ったのってほんま昔「オールナイトニッポン」に高校生の頃ファックスで何回か送ったぐらい。 なんでこんなに長いこと聞い。こんなにだからどっちかというとサイレントリスナー側なだったので、ちょっとそこの感覚僕はねちょっとわかるんですよ。こういう方多いのかもしれないですね。もうただまあねそのなんていうねメッセージとか送らずにずっとこう聞いてはる人は多分かなり多いんちゃうかなと。なんか三浦さんは逆に出す方っていうのを聞いてめちゃめちゃ出します。今でも出してます。今も。 現役で。今も出しますよ。はい、あの、ちゃんと教えてくれますから、よ、読まれました。で、ら、あのラジコのリンクの、この時間のこの辺で、すごいな。楽しくて、楽しくて。はい。やってますけどね。そのメッセージ書く楽しみというか、どこに。やっぱり、読まれた嬉しい、やっぱり。読まれた嬉しい、でも、読まれんかっても。まあ、なんか。あの、まあ、一緒にこう、ね、リスナーの方と。こう過ごしてる感じというか。 っていう感じがししてままああ楽いいですねつ読まれるんじゃないかというので全部聞いちゃうパターンみたいなあそれですだから全部聞ける時じゃないと聞かなかったんですよでもラジコができていつでも聞けるようになったんでいやでもそれこそ僕と三浦さんでねあの行って「エ t a d がやってる 生番組にメッセージ送ってさ読まれようみたいなのをエスタディに言わずにやったんですよね。そうなんですどれだけチャレンジしたら読んでもらえるか説をこっちでやってたんですよ。全然知らなくて全然読まれなかったんですよ。もうなんかリスナーさんのハードル高すぎてめっちゃいいメッセージがポンポン読まれてたんですけどそう僕はねあのあれですよ。メッセージは 読まれなかったんですけど番組プレゼントに当たるミラクルあれはほんまに誤解を招いたらあかんのですけれどほんまにガチやからガチというか AD さんが選んでくれたんです私が選んでるわけじゃないんで全然でもあれもドキドキしながら最後までだから生放送中にあれ2時間でしたっけ まあ、それぐらいね、そうですね,ね,ね、あのお題が発表されて、送って、だから、もう僕らもね、最初から聞いて。そ<ー>、ね、そう、ラジオネームなんでしたっけ。ラジオネームですか。明太子に全集中です。<laughs> それ鬼滅が流行ってた頃ですからね。鬼滅の刃、はいはいはい。明太子もういつ読まれるかな、読まれるかなって、あ、今日もあかんかったな、と思ったら、最後のプレゼントで、明太子に全集中。これ読まれた。プレゼント当たった。あ、んすよ。ほんまにただのリスナーさんですよ。<laughs> いや嬉しいですよね。もうやその感覚で嬉しいですけどね、大事という。あ、でもちょ一つあれでしたよね。そのメッセージの投稿に関して、あのリスナーさんからもらったんですよね。そうですね。えっとこちら泉さんからいただいておりました。え、ラジオ番組ではどんな投稿が読まれやすいですか？私が番組に投稿するときは、番組が面白くなり話題が広がる内容を心がけております。まあの質問文とかをね。 入れて、DJ、さんとかがエピソード披露してくるのを期待していますとのことなんですがその辺はエスタディどうなんですかまあそれもまあ、えー、なんていうかなディレクターが選ぶパターンと間違いなく人が選ぶパターンがあるかもしれないですけど自分の場合で言うたらまあ前もね大谷さんもおっしゃってたあの長,長文だとなかなか読みづらいという読まれづらいというい。っていうのと。 好みにもよるんかもしれないですね、選ぶ人の。やっぱだから、傾向と対策が今、何が欲しいかみたいな、何が欲しいかとか、それん出演者さんの好みもあるし、めちゃめちゃ難しいと思います、だからいつもすごいなってくれる、ねいただくメッセージいただく方。 スナーさんというか、うんうん、そうなんですよね、あのー、いろいろな皆さんでもあのご報告みたいなのもそれはそれで嬉しいんですけどうん、うん、逆に、でもそれをどう紹介しようかっていう差し込める場があるかっていうのこっちがね時間内に行けるかっていうのを結構、ね、あの考えたりもするんですけどうん、うん、だからやっぱりその流れに乗ってたら僕、こっちも紹介しやすいとかはめちゃめちゃありますよねうん、うん、多分ね。 そうですねまあやっぱり短めでこうスパッとこうねえ終われるというかまとまってるやつの方がいい次からそうします出す側の方へ出す側の方や泉さんありがとうございます泉さんを出しにいやいやいやそうそれで言うとちなみに「エスタでもあれですよねさっきおっしゃられたように番組の中には 最初にお勉強されたのはさ3人いれば番組ができるっていうね、うん、おっしゃったじゃないですか僕気になるのは作家さんっていらっしゃるじゃないですか、うんまあ、放送作家さん、ね、い,いる場合とい,らん、うん、いるえあのご不在の場合いろいろあるかなと思うんですけど構成作家さんって僕どこまで関与してんのかなってめっちゃ気になるんですよまあそれもまあ番組に、うん、寄ったりまたねはい、はい、変わってくるんでしょうけれど、うん、まあコーナーの コ、えーナー案というかはい、はい、こんなこんなやりましょうとか、うん、で、まあ、もちろんメールを、えー、よ読むメールを選ぶ人もいますしパーソナリティの方、うん、パーソナリティが読む、えー、原稿を、えー、作成する作家さんもいますあなるほどというあだからうちクリキャントークはもうまさにクリアランスとエスタで。 のチームでやってたもうエスタではディレクターもやしもう作家さんのところもやってくださったまあまあ半分半分みたいな半分半分、うん、ネタ出しというああそうですよねだから打ち合わせもねずっと一緒にやってましたし、うん、だからそのコーナーの内容があればこういうふうにってしましょうとかうん、うん、はいですね直していきましょうみたいなそうですよね、うん、なんかうん、うん、いやあのー 事前にですねレスタデートもこんな話しようかみたいなところもね作ってきたんですけどそういったあの台本のどうやってクリキュアが作られてたかみたいな話もありましたんでちょっとこの辺はぜひまた回をまたいでおっと次回お伺いしたいなと思ってるんですけど意外とあってはぜひともまた続いてご出演いただいてもよろしいでしょうか。 はいということで、はい、またお願いします。はい次回もよろしくお願いしますということでね <laughs> お時間となりました。えー、ということで今回のね、えー、ゲストはですね、えー、ラジオ大阪ディレクターの坂田裕介さんにお越しいただきましたありがとうございましたありがとうございました。それでは最後にクリアランスからのお知らせです。クリアランスの新曲 B d a が 配信中ですクリアランスの楽曲は iTunes Spotify などストリーミングで配信もしておりますクリアランスアカペラで検索してお聞きくださいそしてクリアランスの最新情報は LINE 公式アカウントで配信中です LINE の友達追加でアットマーククリアランス2003と検索して追加してください Twitter YouTube Instagram TikTok のアカウントもクリアランス2003と検索してフォローお願いいたします そしてこのラジオラ部屋ではラジオの裏側で気になることやクリアランスへのメッセージを募集していますメールアドレスは 828-FM 倉敷八アット8 2 8 f m 倉敷ットコムタイトルにラジオラ部屋と書いてお送りくださいお待ちしていますあともう一つね、えー、大谷さんの番組 FM クラシキの週刊倉敷ハッピーレディオの方でもですね、はい、ラジオの曲を作ろうプロジェクト今やっておりまして、えー、私、国代も毎月第2金曜日には生出演させていただいております、はいね、進捗状況をお伝えしておりますのでうん、うん、そちらも併せてチェックいただけたら嬉しいです。はい、はい、ということでお届けしましまた、ね、あのエスタデートのトークもですね,、はいね 新鮮でですすねねそうなかなかねこういう状況ってないですからねで、そうそうあのもうねさっきの前編収録後も言ってましたけどいやはよこの状況になれなあかんなとキュって出しておいたがいいんちゃうかで全然話してもでもいいんですけどって言いながらですけどでいやいやちょっと後編ねまた来月もちょっとあの紹介できなかった部分どん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 。 さあそしてそうそうあのあれですよこのラジオ裏部屋のアーカイブもね、はい、YouTube で公開してますので、はいえー、過去のやつ聞けてないわ最近聞き始めたこんな番組やってたのというね方いらっしゃったら是非 <laughs> クリアランスの方ののねねそうです、ね、クリアランス YouTube チャンネルでチェックいただけたらと思います。はい、ということでそろそろお時間となりました。この後も引き続き「SONGFORYU」をお楽しみください。お相手はクリアランスでした。